皆さんこんにちは、西根ルアワークスの西根です。今日はちょっと僕の好きなクランクについて話してみたいと思います。それがね、これです。ラパラの DT4。 僕が説明するまでもないラパラの名作クランクだと思うんですけれども、僕これ大好きなんですよ。でね、とりあえず大まかに言うと、DT4 っていう名前の通り4フィートぐらいまで潜るんですけど、アクションはこうすごいタイトなハイピッチなアクションです。で、潜る時にこの浅いリップ角度の割に割と急潜航で潜ってくれるんで、短い助走距離でギュッて潜ってそのままレンジキープをしてくれる感じです。なのでストライクゾーンを長く取りやすいと。で、狙ってる例えば障害物とかがあった時に割とそこまでキュッと潜らせられるんで狙いやすいんですよね。で、障害物とかに絡めた時とか、ボトムをこう這わして泳がした時とかの泳ぎが結構すごくて、例えば普通のクランクベイトでヒューって潜らしてボトムにタッチしたらそのままバランスを崩してもう横方向にこうずっと泳いでいって戻ってこないっていうようなルアーも結構あると思うんですけど、 DT の場合はこうボトムにタッチしてちょっと一瞬軌道ずれるんですけど、またすぐ戻ってこようとするんですよ。で、またタッチしてまたこうずれてまた戻ってくると。で、結局そういうことを繰り返しているうちに例えばボトムを引っ張った時はこうジグザグにこう綺麗にボトムをトレースするように引っ張ってこれるんですよね。で、しかも根がかりが少ない。で、その根がかりが少ない理由の一つだなと思うのが、このボトムにタッチした時の、なんて言ったらいいのかな、もう軽く接触しただけでフッともずれてくれるんで深くズボッといかないっていう感じなんですかね。コンタクト感がすごい絶妙で、ちょっと他のクランクでなかなかないなって思います。で、それをすごい感じたのが、去年いろんなクランクの障害物回避テストをしてた時に、そのテストの一つの中にボトムに落ち葉が降り積もったところでちょっと巻いて、いろんなクランクを巻いてどういう風になるか試してみた時があるんですけど、ボトムにこう落ち葉が積もってるだけなんで、普通のクランクだとヒュッと当たった後にもうそのまま落ち葉を拾ってもうそれで終わってしまうんですよ。だけど、DT はこう落ち葉に当たったぐらいのコンタクト感でもすっともうそれを受けてくれるんで、そんなボトムでも割とノーストレスで弾けると。これを見た時にこれはすごいなと、やっぱ世界のラパーすごいなと思った次第です。はい、 DT4、すごいタイトなアクションでボトムをそういう風な感じでこう引っ張れるってことになったら、今の水温低くて春先までの時期多分活躍する場面はたくさんあると思うんで、もしよかったら試してみてください。それではまた。